ウルトラマン妹は PHP 研究所スマッシュ文庫から刊行されていたライトノベル。著者は小林祐二、イラストはミナスリン、ウルトラシリーズを制作したつぶらやプロダクションが監修に当たっている。ウルトラシリーズの一作としてつぶらやプロの事前承認を得て執筆されているが、設定上は既存の映像作品と異なる。世界観で構成されており、M78 星雲。 光の国でも地球と同様に女性の社会進出が盛んになっているという設定が導入されている。2021年現在は絶版。とある日、天文台に一組の兄弟がやってきた。兄の月島翔太は20歳手前まで就職できず、天文台の臨時職員の面接を受ける目的で、妹の月島あかりは天文台の見学を兼ねて、兄の面接についてきた。 その帰りに突如、宇宙から襲来した怪獣に、明かりが捕らえられて気を失い、翔太はピンク色の光に包み込まれる。光の中で翔太は、少女の声から、あなたの体を貸してくださいと呼びかけられるが、少女は翔太が男性であることに気づくと、すぐ近くにいた明かりと合体し、怪獣を吹き飛ばしてしまう。その後、目を覚ました明かりは翔太に、お兄ちゃん、私、 ウルトラマンになっちゃった。と告げるのであった。蒸気以外にも、名前の明記されていない怪獣や宇宙人が登場している。ウルトラマン妹、つぶらやプロ監修のラノベに、美少女ウルトラ戦士登場。マンタンウェブ、https、マンタンウェブ .jp、p, アーティクル。 2012万206ドック00メートル2億2万 8000CHTML2020 年11月7日。閲覧。前代未聞の美少女ウルトラ選手が誕生。まさかのつぶらやプロ公認。ウルトラマン妹が登場。シネマトゥデー。 h t t p s w w w c i n e m a t o d a y j p スラッシュニューススラッシュ n00390932020 年11月7日閲覧第1巻目次第1巻 P119 から120ウルトラマンイモート PHP 研究所2021年7月3日閲覧ありがとうございます